皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、萌えオペラ第160回。えー、今日は2021年の、えー、11月の16日です。はい、火曜日です。えー、火曜日の、えー、ちょうどお昼になろうかとしてる頃ですけれども。えー、っとですね、ちょっとしばらく空いてしまいまして大変申し訳ありません。えー、忙しかったのと、えー、ちょっと正直あんまり体調が良くなくて、えー、僕はあの、 お腹があんまり強くないんですね。それで、あの、えー、熱とかが出たりすることは僕は滅多にないんですけど、あの、風も滅多に引かないんですけど、えっ、ー、と、お腹も子供の頃から、なんか、あの、ちょっとこう疲れてきたりするとお腹にこう来る方でですね。えー、この一週間ばかしですね、ちょうど一週間ぐらい前にこの大雨の日があったと思うんですそのあたりから、えー、ちょっと調子が悪くて、今、今も正直言ってあんまり調子良くないんですけど、 まあ、騙し騙しちょっとやっております。はい。あのー、まあ、えっ、ー、とー、僕は、ええー、前にモエオペラで話したことがあるかわかりませんが、基本的にこう、大概こう、T シャツでいる人間なんですね。で、稽古場とかでも大概、まあ、T シャツが多いんですけど、ええー、を問わずですね。ええー、で、そのまま外に出たりとかね、もう平気でしちゃうなんかバカな人間なんですよ。そうすると、 体がね、あのー、落ちかなくて、えー、ちょっとそういう、えー、寒くな、急に寒くなってきたりすると、結構そういうのがこう、お腹に来たりするんで、ちょっと、もう、年も年なんで、気をつけなくちゃいけないなと思ってるんですけども。はい。えー、っとですね、えー、今日は、えー、っと、ちょっといくつかお話ししたいことがあるんですけども、えー、っと、まあ、一つは、えー、っと、今年のですね、えー、2021年度というか、えー、令和3年度の、 え、文化庁の、えー、子供のための、えー、舞台授業ですか、えー、の、えー、手鏡ですね。あの、前にも、えっ、ー、と、お話しましたけども、ちょうど今旅をしておりまして、僕は今回全く参加できないんですけど、あの、関西方面でね、無事公演を続けております。はい。あのー、まあ、えー、毎日これ動画が上がってくるんで、えー、それを見てダメ出しなどをね、したり、 えー、している日もあるんですけども,、ね、あのもう本当にみんな素晴らしく、えー、7年目だというのにこうマンネリせずにねあの厳しい感じでみんなやってくれて大変にありがたいなと思いますで何よりやっぱりあの無事でね事故がなくそうやって公演が続けられるってことが、えー、とても大事なことですしあとはやっぱりそのいろんなあの行事がねもうことごとく中止になってきたその 去年以降のね、あの学校、えー、小学校、中学校ですけども、手鏡が回っているのはね、えー、でですね、私たちがそういうところに学校を訪れて、えー、そういう子どもたちの前で、どれだけやっぱり誠実に、えー、その舞台を作ってね、えー、そこでどれだけ誠実にあの物語を展開して,て、っていうことがね、できるかってすごく大事だと思うんです。だからもちろん、その、 えー、当然ね、あのー、まあ、僕なんかま、演出家なんでまだいいんですけど、大抵もね、こうやって、えー、あの、えー、気候がこう変わったりとか、場所が変わったりすると、えー、内部の体、生体だけでなくて体全体ですね、持ってますんで、そういうのを日々こう、あの、舞台をやり、やっていくのはね、しかも、あのー、かなりのところでやっぱりみんなでつ、舞台も作ってるんで、そういうことをやりながらかなりの重労働をね、やって、 え行、ー、く。まあ、あのー、業界用語で乗り打ちっていうのがありますけど、えっ、ー、と、その日のうちに、えっ、ー、と、仕込みをして、その日のうちに公演をするってね、えー、いうのを、まあ、乗り打ちそこに行って、えー、それで、打つと、公演を打つということで、そういう言葉がありますけど、ほとんど乗り打ちの連続の公、えー、演なので、それでまた移動してね、ええ、ま、大変だと思うんですけど、そういう中で、えー、でも、 気持ちとしては、だ自分たちのことはもちろん大事なんですが、それを見せる、ね、特に学校公演の場合には、やっぱその子供たちにどういうものを見せられるかってことが本当に大事、肝になりますんで、えー、もうくれぐれもね、もちろんそれいろんなところに行きゃ、そういういろんなところの、えー、今日のその風土というか、そういうものを楽しむというかね、ああ、こういうところだったんだ、とかいろんなそういうことをね、まあ今、 なかなかね、あの、緊急事態宣言を明けたとはいえ、あのー、あんまりこの、えー、本当に遊ぶ気分で行くべきではないです。で、全くそんなことがないわけなんですけども、えー、でも特にやっぱりそういう気持ちを持ってね、毎日みんなやってくれてるようです。えー、た大変にありがたいなと思ってます。はい。それで、その手紙をね、片一方でやり、やってる時僕はいけないのは、えっ、ー、と前もお話し,しましたけども、この新興立劇場のね、 ニュルンベルグのマイスタージンガー、えー、昨日ゲネプロがね、無事終わりました。まあ何しろ、夏の公演ですね、えー、東京文化会館でのこの公演、えー、ゲネプロができないで、えー、公演も中止になってしまったという、そういう経緯がありましたんで、えー、一つね、公演に近づいたと、えー、みんな本当にホッとしてますし、えー、内容はね、本当に素晴らしいものになって、 いると思います僕は。えっ、ー、と、えー、チケットが今、どう状況になっているか分かりませんが、えー、機会がありましたら、皆さん是非、ぜひご覧いただきたいと思います。何しろ、本当にゴージャスなサウンドですし、えー、舞台の方もね、まあ、感染症対策が非常に取られているので、この人がね、あのー、うんと、 ゲンス・ダニエル・ヘルツ・オークさんは、えー、もともとザーズ・ブーグのイースターとか、えっ、ー、と、ドルス・デンのザクセン会場とかで、えー、作り上げたものとは、ちょっと様相が違うところあるんですけども、でもとにかくね、前にも話しましたけど、今回のこの再演出の、えー、というか演出後のね、えっ、ー、と、ハイコ・ヘンチェルさん。この方はね、大変素晴らしい人で、えー、もう本当に熱い、熱い人でね、わーっともうエネルギッシュに結構やるんですけど、えー、もうほとんど、 完全にもうテキストも頭に入っていて、あの、まあ、それ当たり前だと思われる方もいるかもしれませんけど、何しろこの膨大な、えー、マイスター・ゼンガーね、えー、あの、まあ、5時間、5時間半の超大作ですよ。オペラの中でも最も長い作品の一つですね。えー、の、それをもう細部にわたってそうやって全部を知っているということはね、しかもだからこの演出の内容ももちろん知ってるんですけども、 この作品自体、これが、えー、どういう経緯で世の中に生まれてきては、ワーグナーの、ワーグナーはこの、えー、もちろんテキストも書いてるし、ミュージックも書いてるわけなので、両方に関しての思いというかね、そういうなものをやっぱり知っていることは演出家にとってはもうマストになるわけですけど、やっぱりそこのところね、本当にやられて、もう本当に水準高いなとやっぱり思います。僕なんかも本当に日々勉強、 勉強です。はい。まあ、僕もなんかワーグナー好きだと言ってますけどね。本当にこれただ僕もなんか、ファンの立場で好きなぐらいのもんであってね。本当にこう,こういうものを、まあ多分僕はニューロメルグのマイスター人間を演出することなんてないとは思うんですが、ただえ、他の作品にしてもね、もっともっと勉強していかなくちゃいけないなっていうふうに思います。はい。まあ、ドイツ人のね、彼が、ただ相当な、その、ええー、勉強されている。まあ、楽譜なんかも、 こう、隣にのね、こっち見るわけですけども、びっしりいろんな書き込みがあってね。ええー、すごいですよ。うん。あの、気分でやったりとかね、もちろん、そんな、そんなことあるわけないんですけども、えー、僕も気分でやらないですよ。やらないんですけども、本当にすごいなと思います。でね、今回ね、何よりも、その、うん、まあ、配合編集さんを支えるね、日本の、このスタッフたち、素晴らしいです。素晴らしいです。新興国立劇場のスタッフたちね。 素晴らしい。でやっぱり、新国立劇場の後に気候がね、やっぱりそこで後押ししてるというか、やっぱり本当に会議場がこうやってあるってことは大事なんだな、と改めて思っております。で、大野和志さんのね、新国立劇場の芸術監督ですけど、大野和志さんの指揮による、えー、東京と公共楽団。素晴らしいサウンドですね。合、え、唱、ー、団。素晴らしい新国立劇場と二機会合唱団の混成 チームですよね。もう、本当に、まあ、ご覧になれば分かるんですけども、たくさんの感染症のルールがあってね、そうもうびっしりなんですよ。えー、なので、一つもこの、恣意的なものが許されないようなところでね、でも、やっぱりそこに、えー、なんか、押し込められた、窮屈なものでなくてね、えー、そういうものになったら嫌だなと僕は思いは、ずっとあったんですけど、やっぱり皆さんがね、最後の、えー、歌合戦のところのね、 冒頭のコーラスはもう本当に毎回涙が出ます。はい。えっ、ー、と、歌詞陣も本当に素晴らしくてね。何しろ、えっ、ー、と、この、本当に最後の最後の方に、まあ、何、に、あの、10日間の隔離期間を経てね、だから早くは日本に来てるんですけど、ホテルで毎日こうリモートで、我々がやってるカバーの人がやってるね、カバーの方も本当に頑張ってくださいました。本当に素晴らしいね。えー、で、えー、やってるリモートの、 えー、まあ、カバードの方が加わった、えー、それと、まあ、主に日本人歌手とのその稽古のね、よくリモートでご覧になっていた、えー、トーマス・ヨハネス・マイヤーさん、ね、ザックス、えー、そしてね、えっ、ー、と、あれですね、えー、ベックメッサのアドリアン・エレートさん。まあ、あの二人ともね、新国立劇結構常連で、特に僕はエレートさんとは昔に、 えー、2011年だったと思うんですけども「えー、コジファント」ってですねミケーレットのすば、えー、らしい盆の、えー、キャンプ場のやつですけどその初演をね僕はあのミケーレットのアシスタントでやっててその時にグリエルモを歌って以来その時が初,初登場だったんです深刻グリエルモ本当に素晴らしい人でねユーモアたっぷりだしもう本当にあのお、ー、真面目だしもう,もう頭がものすごくで何よりも声がね素晴らしい。近くで聞いても全然こう あの、頑張って歌ってる感じじゃないですけど、劇場のどこでも聞こえますよ、本当に。すごいです。もう、ヨハネス・マイヤーさんもそうです。でも本当に自然だし。これもう、あれ本当に見習わないといけないかなと思いますね。うん。やっぱり、あのこの、ワグナーが作ろうと思ったものは、え、楽劇ですね。音楽とテキストの融合、ドラマの融合なんで、やっぱりそこで、この人、歌う歌ってあ、特にこれは歌を歌うってことについてのお話なんで、 歌合戦の話なんですよね。バーグナーが結構、えっ、ー、と、すごく大事に取り組んだ、えー、2つの作品ですね。タンホイザー。えー、そしてこのマイスターンが両方ともこの歌合戦についての話なんですけども、だから歌ってものについてね、このドラマをどちらかというと前面に出してこの、えー、舞台作りをしようとしていたバーグナーが、でも彼の根本のところには、 彼のそのベルカントオペラに対しての同型みたいなのがものすごくあるわけですね。だから初期の作品とか、えー、ベルリニの、えー、的なものもありますしね。だから、えっ、ー、と、ワグーナーってよく誤解されますけど、だからその長くて重くてみたいな感じで、でも美しいんですね、とっても。だからやっぱりその性格的に優れてる歌手がやればやるほど、やっぱりそれは素晴らしくなる。でもその時に、 歌だってことが表に、要はドラマの部分で歌、歌の部分が出てしまうと、結局、歌をずっと歌われてるのを聞くっていうのはね、それはもう、えー、っと、いいんですけど、でもやっぱり、あの、ずっとそれが煙突退屈になるわけでね、やっぱりそこにドラマが、例えば今回のこれとかだと、その、同じ、その、今回ね、この、えー、ステファン・ピンクさんですね、ステファン・ピンクさん。 が、えー、ヴァルタフォン・シュトルツィングっていうね、その、このマイスターたちのとこにこう、まあ、殴り込みじゃないですけど、そうやって来てね、マイスターになりたいって言って受、受け、あの、試験を受けようとする青年がいて、彼が歌う、その美しい、その、えー、ロマンサーがあるんですけど、それが何度も何度も歌われるんですけど、でもそのたんびにね、それは、あの、その中にある歌の精神は変えずに、やっぱりそこでの意味合いが毎回変わってくる。 だからそ,うそれはまあその特にマイスターたちやそしてザックスとの絡みの中でそれが意味合いが変わっていくわけですけどもえそのね過程をねどう,いうどういうふうに見せていくのかってことでこの時間が必要になったわけですワーグナーにとったらねだからもう本当にす素晴らしい公演を見てるとまあ昨日も僕はやったゲネ,ゲネプロをねまあもちろん仕事として見てるわけですけどもでもねもう本当にあっ 飽きないというか、本当は素晴らしいですね。うん。だからそれはやっぱり今、あの、あげてような歌手の方ね。あと、ファイト・ポーグナーのギド・ゲンティンさんも素晴らしいですしね。えー、あとな、何しろ、えっ、ー、と、日本人の歌手の皆さん、もう本当に皆さん素晴らしいです。はい。ええー、でも特に今、最初に挙げた、その、えー、トーマス・マイヤーさん、えー、そして、アドレエレドさん、二人から学ぶことは、 たくさんあるなあっていうふうに思いました。えー、で、あと、ハイコーヘンテルさんですね。えー、これ、えっ、ー、と、12月の1日まで5回公演があります。えー、もしよろしかったらぜひ皆さん、えー、極上のワーグナーを、えー、シングルズ・イクでご覧になってください。今日最後にお伝えしなくちゃいけないことは、大変僕、も本当に悲しいことなんですけどね。えっ、ー、と、僕は今までいくつかの舞台でご一緒してました、えっ、ー、と、ポーランドの えー、ソプラの歌手ですねアガミコライさんが亡くなりました。えー、51歳でした。えー、あアガはね、あの最初に日本人いらしたのは、えーとえー、ちょっと何年か分かり忘れましたけども、えー、とドン・ジョ・バーニーですね、深刻の。その時も僕もアシスタントで入っておりまして、その時はエルビラを歌われましたね。でそのの後同じ演出の アンナも歌われて、そして、えっと、その後、ええー、ファルスタップの、えー、アリーチェとか。で、一番最近のとこではね、この、えっと、フィアロン結婚ですね、アンドレス・ホーム記念室の。で、僕がサイン室をしてました。えー、その、まあもちろん、ファルスタップもそうなんですけど、サインしてたんですけど、で、特にこの時はね、だから僕とももう何回も付き合うんで、あがもう僕のこともよく覚え,覚えてくれて、 大変親しくさせてもらいました。えー、それで、一緒にお酒を飲みに行ったりとかね、いうこともありました。えー、ほん、本当に素敵な方で、えっ、ー、と、まあ、本当に、まあ、美しい、美しい方なんですよね。この、ここの、この方ですね。この方です。はい。美しい方なんですけど、本当にね、あの、優しい方でしたね。そして、笑顔が本当に素敵で、うん。で、でもね、あの、もう、えー、その舞台にかける、 えー、気持ちっていうのは、さっきのそのマイスタジー神話でもそうですけども、本当に素晴らしいものがあって。で、多分で、ね、ものすごい努力をされてきた方だと思うんですよ。ね、ポーランドからね、そして、えー、ドイツのバイオリン国立、あの、えー、国立会議場などでね、長く歌われてきた。えー、で、まあ、これからっていう、ほんと、11歳なんかまだ全然若いじゃないですか。 えー、これからさらにね、レパートリーを広げて、えっ、ー、と、言う、言う、えー、これからっていう時だったと思うんですよね。えー、僕がいただいたこの彼女の、えっ、ー、と、リハウト・シュトラウスの、えー、曲を集めたね、この CD、えー、まあ、もう、あの、戦わるものなんですけども、でも本当に、えー、なんというか、ね、あの、うん。 言葉がないです。<laughs> はい、えー、コロナでの合併症でお亡くなりになりました。本当にご冥福をお祈りいたします。はい。えー、っとまあその赤ちのことなんかをね、思い思う、えー、思うにつけ、えー、健康でいてね、えー、そして、えー、充実した、えー、生活をするってことが本当に大事なんだなっていうふうに思います。えー、あの日々。 えー、誠実に、そして、えー、できるだけのことをしてね、えー、頑張っていこうと、いかなくちゃいけないな、というふうに改めて思いました。えー、ありがとう、我が、えー、ね、安らかにお眠りください。レスティンピース。えー、ちょっと、あのー、悲しい話になりましたけれども、まあ、秋ね、秋というか、もう冬ですよね、ほとんどね、初冬の雰囲気ですね。 えー、皆さんもね、お体大切に、えー、風邪などひかぬように、えー、まあ今ね、コロナのあれ知ってますけども、もう、あのー、全般的にね、やっぱりね、病気、えー、そういうものに対して、えっ、ー、と、もう、あの、僕、僕のようにバカな格好して、こう、薄着でね、出歩いたりしないように、ね、してください。はい。はい、あのー、食べ、ね、あの、食べ過ぎとか、そしてね、飲み過ぎとか、よくある。 <laughs> 後僕に言ってますけどもねはい、ということです。はい、またいろいろ出していこうと思いますんで、これからもどうかよろしくお願いします。まあ、いろんな人からね、あの、見てますよっていうふうに言われて、ちょっとこの期間もね、もう僕は、まあ、調子は悪かったんですけど、仕事は休むわけにいかないので、毎日仕事してましてね、そうするとそういうとこで会う方から、見てますよとか言って言われるとね、嬉しいなと思いまして、それで、えー、今日も、だからちょっと、えー、もう是非、ぜひ、萌えオプラ、やらなきゃと。 やって、おり、いるところでした。はい。ということで、皆さん、今日も良い一日を。